どうも、レオンでございます。今回もですね、君たちに、サッカーのね、楽しい楽しい、ニュースを送り届けようじゃないかと、そう思ってるわけですよ。なんかあったかね、面白いニュース。J1 の話もちょっとしたし、 J2 行っちゃおうか。 J2 ね、 J2 はですね、あったね、悲しいお知らせしちゃうよ。まあ分かってると思うけど、現在 J2 最下位徳島ポルティス、10試合終えて、約何分の1終わったのかな、4分の1かな、4分の1が終わって、最下位ということですね。でシーズン始まってからはね、まず何があったのかな、監督解任があったよね、勝てなくて。で、監督解任に伴って、西谷やったっけ、なんか結構な中心選手が監督とトラブってると。で、最終的には監督クビになったのにかかわらず、退団すると。わけわかんないよね。で、監督に壊れてきた選手、誰だかな、島川か。あれがなんかもう引退すると。おい、島川、お前マジでちょっとなんか調子乗りすぎじゃない？なんかこいつね、なんか YouTube やってるんですよ。で、やめて急になんか YouTube ガンガンアップしてるんですよ。うざくね、なんか。おとなしくしとけよ、お前。今年ぐらいは。はい、っていう感じで、完全カオスなんですね。はい。で、まあ、このカオスの原因になった要因ってのはね、まあ、いろいろあるんでしょうけど、難しいよね。去年のなんかわけのわからんスペイン人、あれを別に普通にやらしときゃよかったんですけど、急に解任しちゃったからね。で、今年の、来た監督ね、バンフォーレで天皇杯取った監督なんですけど、力ないんすね、あいつね。なんか、前も言ったかもしれないですけど、もうただパス回してるだけの、バルセロナに憧れてるだけの指導者ってもう通用しないんですよ。インテンシティとかね、ハードワークとミックスさせないと。っていう感じだったんで、監督はね、もう残念ながら無能だったということで、チームが混乱してね、辞めちゃったんですけど。でも新しくね、ヘッドコーチのやつが今監督やってるんですけど、まあもう時すでに遅しと。おそらくね、今本当に J2 もすごい競争率なんで、中途半端なことじゃ、やっぱ立て直し難しいんですよ。マジで。よっぽど実績のある選手、監督がいて、来て、で、ある程度選手も補強したら、また劇的に変わっていくんでしょうけど、元から選手いないんでね、徳島。徳島ってメインスポンサーなんやろね、わからへんけど、まあでもどっちしてもね、小さなクラブであることには変わりないんでね。まあ、今シーズン 200% J2 に降格します。はい。まあ、これ多分分かってると思うよ、ディフォージもね。まあ、でもそこそこ名門っすからね。だって徳島も一時 J1 にいたことあったよね。違ったっけ？ J1 いたことなかったっけ？あるよね。っていうぐらいのレベルのチームなんで、まあまあ、それなりの名門なんですよ。まあ、四国だよね、おそらく。なんですけど、いよいよ時が来たと。ということで、リカルド・ロドリゲスとかね、あの辺がいたチームですからね。その時には昇格したのか。その時昇格させてるんよね。すごいよね。なんですけども、JS に降格しますという感じで。で、まあ、いつも言ってるんですけども、徳島のようなね、そのプロヴィンザー、地方のチームですよね。で、資金力もないと。っていうことであれば、もう J3 に落ちたら、こっからそうですね、J1 に上がるのにあと半世紀かかるんですよ。半世紀。50年かかります。はい。で、J3 に落ちた後何が起こるのかって言ったら、JFL にも落ちます。はい。J3 もダメなんですよ。J3 もレベル高いですから。はい。っていうことなんで、まあ分かってはいると思うんですけども、まあシーズンまだ序盤4分の1が終わった段階ですけども、今シーズン、思って J2 での生活は終わります。J3 に落ちるのははずなんかな、ちょっと分からないけども。もう、当分ね、名前聞くことはないかもしれませんけども。しょうがないよね。自分ら弱いんやから。っていう感じで、これから半世紀、地下でね、もがいてくれ。これしょうがない。運命やから。